仕草や話性格昔は照れくさかったけど今は強く感じるよ絆には咲きのくるみは空高く背を伸ばして太陽さんさん浴びてリンと鳴ってる生まれたこと悔やんだ日もあったけど心から言える言葉がある ありがとうくるみの木を見上げぽつりと言ったあんたが生まれた時に植えた木なんだねあなたが私に恋はい、皆様こんばんは、3月18日月曜日、125回しゃべくり真っ白の時間がやってまいりました。今日の真っ白はですね、朝から平均気温が上がりまして、また風が強くてですね、この私どもいます街歩きセンターの、入り口にあります、足拭きマットもね、風に飛ばされてしまいまして、広いに行ってきました。現在はですね、一応雨が降っておりまして、ちょっと濡れている状態でございます。今日はですね、今日のゲストをご紹介いたします。まず本日はですね、2013年まっすぐ春祭りイベントのお話をお聞きしますけれども、まっすぐ観光推進機構事務局長のですね、宮沢博さんにおいでいただいています。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。それではまずはじめにですね、春祭り実行委員会についてっていうことですね、お話聞きたいと思うんですけども、まあ、この2013年松代春祭りイベントのちょっとお話をお伺いする予定でいますけれども、日にちが、4月の、あれですね、13、14、それと20日、21日っていう形なんですけれども、まあこの実行委員会を作ってっていうんですかね、いつ頃からこれ立ち上げたのかちょっとお聞きしてよろしいですかね。はい、実はですね、はい、昨年の春祭りについては実施できたわけですけれども、はい、その前の、春祭りのについては、東日本大震災があったということで、はいはい、自粛をされたということで、はい、改めてその実行委員会を立ち上げるということになりまして、はい、昨年の春先にですね、真っ白の通常行われている春の祭りと、うん、秋の真田祭りと合わせた形の、実行委員会を再建をしましてですね、うん、同じメンバーで春から、秋まで担当していこうじゃないかと、うん、そういうことで昨年まあ立ち上げたわけです、はい、それで、今年もですね、いよいよ近づいてまいりましたので、うん、役員会をですね、都合3回これまでに行ってきておりまして、うん、最初の実行委員会会議、これが1月の25日からスタートしておりまして、うん、1ヶ月ごとに、2回目を2月22日、うん、そして、3回目を最近頃3月14日ということで、うん、計3回ほど役員会を重ねまして、うん、現在できてきておりますこの春祭りの案ですね、はい、基本計画案に、今至っていると、はい、そういう状況でございまして、これをですね、また役員全体による実行委員会の総会にお上がりすると、はい、うん、こういう予定になっております。まあ、今これ組織図ちょっと出てますけども、はい、一応頭になってるのがまっすぐ観光推進機構、はいはい、それにあるのが実行委員会、はい、っていう形ですね。はい、この実行委員会はですね、はい、8つの専門部会を立ち上げておりまして、はい、それぞれの役割に基づいて、はい、まあ、全体の企画
を考えたり、はい、財政を担当したりという総務部会、うん、それから会場、まあ、二の丸広場等々の環境整備でありますとかね、はい、そういうことを担当する会場部会、うん、それから一番重要な車でお見えになったお客様の駐車場の整理ですね、はいはいはい、そういうものを担当する交通部会、うん、等々によりまして、それぞれ分担をして、うんはい、まあ、副会長さんが8名いらっしゃいますので、副会長さんを、はい、キャップにですね、はい、その部会ごとに具体的な、うん、計画を今詰めていただいているというところでございます、はいはい、これが、まあ、実行委員会の運営のはいですね、先ほど言ってた各部会のそうですね、細かなやつ、ここへ副会長を中心にして、はい、それぞれ、まあ、区長会の皆様でありますとか、はい、各種団体の皆様を、はい、それぞれの部会ごとに、ご苦労を願いまして、はい、一人ずつ確認をしながら名前を入れていただいているという状況でございまして、現在ほぼ全体概要が整ってきておりますが、はい、約、100名ぐらい、100名ぐらい、はい、実行委員として活躍をしていただく予定で今、うん、お願いしておくところでございます。あ、はい、まあ、この100人体制でお迎えするという形なんですね、はいはい、そうなんです。あと、まあ、この今度の総会でやられる基本計画案というのはですね、はいはい、これこちらがですね、当日、こちらの総会は3月24日の午後6時からサンホール真っ白で、はいはい、全体総会が行われますので、そこへご提出する現在までにまとまっている基本計画案でございます、はい、でこの中には実施概要でありますとか、うん、それぞれ部会ごとに何をするのかというような具体的な役割のところとかですね、はい、いろいろ書いてはありまして、はい、そこで皆さんに、はい、ご理解をいただいて、はい、さあみんなでやろうと、うん、こういうことで確認をする予定になっております。はい、はい、今これまあ最終的にはこのあれですけども、細かなやつをちょっと追っていっていきたいと思います、ね、はい、はい、日にちとすればこの、はい、はい、4月13日、はい、14日の土曜日日曜日ですね、はい、それで、今年はですね、昨年は、はい、長野マラソンがですね、うん、このお祭りと重ならなかったために、2日間で、はい、終えていたんですが、今年はですね、後半のところで長野マラソンとダブルもありましたので、そちらに人数を取られたりするというようなこともございまして、あ、そうかそうか、実行委員の人たちがね、それで2週間にわたってですね、うん、20日の土曜日、21日の日曜日ということで、うんうん、その4日間、はい、まあ、以前やってた状態に戻すという形になりました、うん、あ、なるほどね、はい、はい、あとじゃあ細かにちょっと追ってってみてもらえればいいんですけど、はい、この明かりの演出、はい、これですね、明かりの演出はですね、はい、やっぱりスタートを飾るメイン、イベントになってまいりますので、はいはいはい、まず4月14日ですね、点灯式、これ日曜日の夜なんですけども、うんうん、6時から9時までの時間割の中で行われますが、うん、まず点灯式ということで、かがり火に点火をしていただく、うん、はいはい、式典でありますが、これが6時半から、はい、真っ白城の入り口のところで行いますね、うん、はい、うん、それから、本丸内の桜、これが桜のライトアップになりますが、はい、これが4月の12日からですね、21日前、うん、これは毎日やるんですね、この日にちの期間は、うんうん、ライトアップを継続するということで確認いただいております、うん、なるほどね、はい、それから太鼓門前から西側広場にかけまして、うん、昨年も行いましたけれども、うん、筒絵、竹筒の筒絵にですね、はいはい、絵を描いて、はい、そこへろうそくを立てまして、うん、約1000本、1000本ね、これは見応えのある演出になっております、うん、はい、子どもたちにご協力いただいて、はい、並べてご鑑賞いただく予定になっております。これは日にちは14日とですね、うん、20日と21日の3日間ですね、うん、3日間ですね、お間違いのないようにね、そうです、4日目にはちょっとございませんので、うん、そうですね、はい、よろしくお願いします。はい、わかりました。あとはまたお花見みたいなあれがありますね、はい、これはやっぱり桜には、お花見ということで楽しみの部分ですので、うん、はい、13日、14日、20日、21日の4日間、うん、これは
継続してやりたいと、うん、で二の丸広場がございますがそこへ、うん一応シートをですねブルーシートを用意させていただいて、うん、花見の桟敷を用意させていただきたいと思いますので、はい、ここで、お花見の宴会を繰り広げていただくと、ね、こんなことで、まあ、お天気も、うん、多分いいだろうと思いますのでですね、楽しみにお出かけいただきたいというふうに思います、うん、なおあの本丸内でのお花見も可能ということですので、まあねはいあとじゃあこれを見ていただいて、はい、もう去年のやつなんですけれどもこういう形でこれも点灯式そうですね、はい、ちょうど、まあ、イベント開始時期ですね、はい、だんだん暗くなってくる暗くなってきてっていう形です、ね、状況の中で、はい、今、はい、これで点灯してたがり火に今火を入れてるというところですね、はいはい、これが今申し上げた筒江、はいの列でありますけれども、うん、ここにあの絵が描かれておりまして、ねはい、それが透けて見えるというような形で、うん太鼓門前から西川広場にかけて約1000個、はい、こう面のところはこういう形で積み重ねたものをやってます、ね、役員さんや、はい、あの後ろが点灯してるやつですね、そうですねライトアップですねこれはあの、はい、子供さんの作品ですので、うんご両親それからおじいちゃんおばあちゃんもですね、はい、大勢詰めかけて、はい、似合うものです、はいまあ、夜の、ねはい、ライトアップも綺麗ですね。そうですね幻想的なこう、うん、風景がになりますの で、 いいです、ね、ムードも盛り上がって非常に、はい、よろしいかと思います。こんな感じでねこうやってまあパーッと並ぶってもいいね。そうなんです。ちょうど太鼓門の正面、太鼓門の正面だね、うん、いい、こうシーンに、そうですね、なりますね、うん、やっぱもう暗くなったところああいうねありがとうるっていうのはやっぱりいいですね。そうなんです。これはもう昔から、うん、変わらない、うんものですよね、はい、これちょっとね電気とちょっとね白黒でやってみました。なるほど夜ですので夜なんでまたちょっと白黒もカラーと比べてまたちょっと面白いかなと思ってちょっとやってみましたね。そうですね、はい、あちょっと幻想的なあれで面白いなと思って、ね、ちょっと時代を感じさせるような演出を感じますね。いいですね白黒も、はい。一応これ昼間のやつですね。あ太鼓門を渡って今、はい、中に入っていらっしゃるお客様が、はいはい、でこれはあの当日、新米と共催による、ウォーキングがあったり、うん、それから伝統芸能のこれは大盆踊りですね。大盆踊りでしたね。そういうものもやっていただいたり、うんまあ、大勢のお客様方を今、うんお迎えしておるところでございますが、そうですね、こうやっていろいろとやったり、はい、イベントが目白押しなんですけども、そうですね、これが13日のですね、これ今、はい、おっしゃってたマッスルウォーキング、はい、これをちょっとまた説明していただく、はい、これはですね、はい主催が信濃毎日新聞社ということで、はい、ちょうど10回になっておりますが、うんこれはこの春祭り、はいと合わせてですね、うん新米の方とか主催して、真っ白を楽しんでいただくための催しということで始めたもので、うん、ちょうど10回目ということで、うん、今もこれ募集まだいいんですね。ですね、3月の13日からすでに募集をかけておりまして、はい、4月13日まで1ヶ月間 OK でございます、はい、当日来ていきなりでも OK です、うん、あなるほどね、はい。まあ、これ見ると3コースあるってね。で特にね20キロ、はい、13キロ8キロ、はい、っていう感じですね。今年はあの NHK の大河ドラマで八重の桜、うん放映中でありますけれども、あこれね佐久間象山先生が、あ8キロでありますね、してですね、うん象山先生が活躍をした時代をちょうど今やっておりますので、うん、それに合わせて必ず3つのコースとも象山先生のゆかりの地が入るように、はい、あなるほど、設定されてコース作りをしてありまして、あそうなんですか、見客コースの20キロから始まりましてです、ねうんハンズの花の爛漫、はい、13キロ、はい、それから城下町、この界隈を回る8キロということで、うん、3つのコースを用意させていただいております。申し込みは一応まあこちらの方に、まあ、インターネットでも OK ですしね。そうですね、はい、はい、ファックスでも OK みたいですね。昨年もですね、うん、1000名を超える方がご参加ということで、非常に大きいイベントになっておりますので、ねうん今年はそれを上回る、うん参加を期待しているところであります。あなるほど、ねはいはい、
あとそれから今象山の先生のあれだってお話あって象山ゆかりの地の写真展っていうのもあれですね。そうですね、この町ありセンターでやるということで、このちょうど放送局のある、隣のところになりますけれども、ちょうど、八重の桜と象山というテーマでね、あの関係する ところを、4月に入りますけれども、4月1日から5月いっぱいまで、町歩きセンターで、写真展をしていただくことになっておりますので、これもぜひお見逃しなくお出かけをいただけたら、結構八重の桜のテレビ出てから、そうなんですね、結構町歩きセンターにもね、あの象山神社はどこなんだなんて言って、見える方結構いるんで、回を重ねるごとに、観客の皆さんも増えておりまして、そうですね、冬場からも昨年同期を上回っていると、こういう状況ですので、このお祭りの頃はさらに大勢のお客様がね、来ていただけるんじゃないかということで、期待をしておるところです。そうですね、ぜひあれですね、皆さん回ってきていただければ一番怖いんですけどね、あとはこれで一通りあれは説明はしましたけれども、あとまあこれから来週もエコールド松代クラブの人たちが一応ここに出てまた PR していただくということなんで、先ほどの二の丸広場の方へはですね、仮設のステージも設けていろいろ伝統芸能をはじめ、いろんなあの催し物もやっていただきます、特にまあエコールド松代クラブの皆さんは関連事業ということで、春の洋楽文化祭もね、今回は春やっていただけるということで、またあの次回のこの松代テレビでご紹介いただけると思いますが、大いに盛り上がりを期待しているところでございますが、他の関連事業でも、アンズの花のお祭りとかですね、いろいろございますので、まあそれもまた来週、来週かなんかぜひ、なると思います。PR をしていただいて、一緒にこう盛り上げ、春をですね、盛り上げていただきたいと、そんなふうに思っております。で今年の特徴の中でも、お花祭り仏教会のね、そんなでもおちごさんも出て、ありました、ね、これも関連事業に今年はぜひ取り入れさせていただきまして、大いに盛り上げたいと思います。わかりました。じゃあ、松代春祭り成功率に割るように一つ、また頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。来週のしゃべくん松野、小野さんと中澤さん、よろしくお願いします。どんなお話になるんですかね。アンズ祭りの花の方なんですがね、4月の6日から14日まで、もう分かってるんですか。これはなかなか予想がつかないんじゃないですかね。まあアンズの花次第ですがね、アンズの花に聞いてみろというところですかね。まあそこまでは、そこまでは言わない、どんな内容なんですか。今までね、そのあんまり知られない、北アルプスと、そのアンズがね、素晴らしい景色を表して、やっぱりアンズっていうと森ってね、なっちゃうんですか。松代の東尾もすごいぞと、そういうことです。なんか今年で5回目という内容、どんな内容を考えてますか。まあそういう景色を案内するってこと、お客様の接待とかで、あとイベント等ありますんで。そうですか。どんなイベントがあるんですか、中澤さん。第5回目ということを記念しましてですね、盛大にお集まりいただきたいと、こんなことで、エレキバンドだとか、あるいはその南米の太鼓だとかゴスペルだとかというようなことを、ちょっと計画をしておるんですけれども。それは何、入場料ただ。もちろんただでございます。いいですね、それをただで聞けると。雨降ったらどうですか。ダメですかね。
ちょっと雨降っちゃったらどう、中止延期、まあ、あの簡単な舞台は作るわけですけれども、ちょっとあの天井までは用意してないんで、ちょっとまあそんなことで、あの、でそのお話をですね、来週月曜日、25日の7時から、ご案内してくれるということなんで、まあ、それでは来週、あ、こちらにいますかね、こちらにありますね、はい、こちらの方です、はい、こちらの来週のしゃべくりますの、ぜひお楽しみに、どうぞよろしくお願いします。それそれそれくり松代、また見てねー。